新型コロナウイルス感染拡大防止のためステイホームが続いていますが、運動不足解消のためのお家でできる簡単なトレーニングを紹介したいと思います。1種目目はプッシュアップ、いわゆる腕立て伏せです。では早速始めていきましょう。では肩幅より広めに、足幅は立った時の幅ぐらいにします。この時に肩を上げすぎたり下がりすぎたりしないように注意してください。それでは始めていきましょう。手と足を床につけ、体をまっすぐにした状態が基本姿勢になります。そこから胸を床につけていきます。きつい方は膝をついたり、胸を床までつけなくても結構です。手を広げて行うと胸の筋肉の刺激が多くなります。手を狭くすると二の腕の筋肉の刺激が多くなります。さまざまなバリエーションで行うことで筋肉にいろいろな刺激をかけることができます。腰を反らしすぎたりお尻が上がらないように注意しましょう。10回3セットができる強度で始めましょう。慣れてきたら回数またはセット数を増やしていきましょう。今回のトレーニングの紹介は以上になります。無理をしないように週2回ほどから始めてみてください。